はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回は岐阜県美濃市御手洗にあります巻倉神社にやってきました。主祭神が御手洗姫の御事、御祭神にお父さんの雨の若彦の御事、お母さんの仕立てる姫の御事、おじいさんの大国主の御事、おばあさんのすせり姫の御事、おじさんの味付き高彦根の御事、六柱が祀られています。藻山神話と関わりのありそうな神社でしたので訪れてみました。この辺りは牧谷といいまして、紙作りが盛んな地域のようですね。この神社の後ろにですね、板取川が流れてるんですけれども、その対岸に美濃和紙の里会館がありました。こちらは拝殿の左に祀られている御霊社ですね。その奥に立派な岩が祀られていました。鳥居の手前に笠神社と対馬神社が祀られていて、拝殿の左奥に神明神社、白山神社、右奥に八王子神社、神明神社が祀られていました。巻倉神社の本殿は県の重要文化財になっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。また次回もご視聴ください。